この、トップキャップが超残念なんですよね。はい、電波チャンネルの電波師と申します。まず一番最初にちょっとお知らせなんですけど、チャンネルの名前が変わってます。電波チャンネルっていう風な名前になったので、ただね、やること自体は今までと何も変わりないので、よろしくお願いします。アルコーズジャパンのロイヤルクラウン RDA になります。アルコーズジャパンっていうのが、YouTube でベイプのレビュー動画を出してる有名な方が集まって作ったブランドって言えばいいんですかね。で、それの第1弾商品っていうのが、このロイヤルクラウン RDA っていうアトマイザーになります。で、こちらはケロロ軍曹さんからいただきました。ありがとうございます。でね、ロイヤルクラウンって言ってるだけあってね、最も特徴的なのがこのビューティーリングですね。これ 22mm のアトマイザーなんですけど、ビューティーリングで 24mm になります。で、これが王冠の形をしてるっていう風ね、かなり変わったビューティーリングがついてます。で、これでメッキ自体もね、24金って言えばいいんですか、ちゃんとした金のメッキみたいなんで、高級感って言えばいいんですか、それがあるっていう風にセールス上だと言われてるんですけどね。まずね、これ外見から見るとね、私ね、これ全然好きじゃないんですよ。これ高級感っていうのはちょっと個人的にはちょっと違うなって思います。確かに金キラ金でかっこいいのはわかるんだけど、これってあれ、なんか要はドンキホーテに売ってる高級感だよねっていう、高級感ってもっと違うところにないって個人的には思います。金一色じゃ高級感は出ないと思ってるので、そこはね、個人の感性なんで、いいんですけど、なんかあれですよね、デイアーデイとかミツルパワーとか好きそうな人が好きそうだなって思いました。なんかここに、ね、なんかキラキラしたのがついてます。ビューティーリングを外すとこんな感じになります。なんかあれですよね、バンディーベイプのピクシーにすごい似てますよね。ここがね、ここから取れるっていうところで結構似てるなって思うのと、あと背とかね、あとこういうね、構造自体も結構似てるなとは思います。でね、私はこっちの方が全然ありですね。ちょっとシュッとまとまってるというか、金色は私あんま好きじゃないんですけど、形状としては私はこっちの方が好みですね。エアフローはここで今全開で、ここがだんだんとみたいな、だんだんって感じですね。今ね、できるだけ隠したんですけど、ここね、すこに回るんですよ。これね、吸っててイラつきますね。上にはね、結構抜けないようになってるんだけど、ここにね、ガタがあるんですよね。で、この構造何っていうと、まずここにオーリングがついてます。でね、このオーリングが入るところの裏側にね、溝が掘ってあるんですよね。オーリングは、潰れ切らずに、横方向はすくすく動くんだけど、縦はここの乗り越えないといけない分硬くなるから、横移動はすごいスコスコなんだけど、縦にはやや抜けにくい、ただガタはあるよねっていう風な構造になってます。で、これ抜くと、デッキが出てきて、で、これも外れます。で、一応ね、ここに出っ張りがあって、こっちにへっこみがあるんで、そこでカチャって入る感じですね。で、さっきのエアフローがここに繋がってて、で、こっちから出てくるって感じですね。こんな感じで斜めに入ってます。上から下にって感じですね。ガイドもあるんで、ガイド通りに組むと、コイルの下を通っていくみたいなイメージですよね。コイルの下から上へっていう風な感じになってます。で、ポスト自体はね、シンプルな、要は左右対称エアフローの、要はギャラクシーズですよ。のあれとすごい似てますね。ギャラクシーズよりここのネジ止めのポストの幅っていうのを言えばいいんですかね。こっからここまでの、こっからここまでの距離がね、広いんですよ。なんで、たくさん負けることを目的にしてるわけじゃないんですけど、スペースドコイルとかでもね、無理なく組めるみたいな、そういう配慮なのかなとは思います。でね、ギャラクシーズはね、エアフローって、下から上に上がっていくような入り方をしてるんで、そういう意味でもね、エアフローはね、結構別物でした。で、正直ね、これ、なんか、すごい見たことあるデッキじゃないですか。忘れましたけど、オワッティでしたっけ？あれの V2 かな？ V3 かな？
の、あの、こっちにもね、ポスターが立ってるやつがあったんですよね。で、それはね、デュアル用でちょっとデッキが広いんですけど、まあ、それは、あの、これは、なんかシングルコイル版みたいなイメージですね。今日使うワイヤーは、カンタル24ゲージ。これを、内径 3.5 ミリ。で、ゴマキですね。低コストとしては、0.47 オーム、0.5 オームぐらいになると思います。じゃあ、これで組んでいきます。コイルの位置はね、あの、ガイド通りに組んじゃってください。っていうかね、あのね、これ以上ね、高く組むとね、あのね、多分、あの、てっぺんに当たるんで、あんまり上げる必要もないと思います。で、いろいろ試したんですけど、ガイド通りが一番良かったですね。ここのね、コイルの足を切るところはね、だいぶスペースあるんで、まあ、いつも通り組んでいけば大丈夫かなって思います。でね、ここの切り欠きも、あの、十分取られてるんで、まあ、逃げるってこともあんまないっすね。ここの芋ネジのところが、あの、マイナスで、かつかなりね、深く切られてるんですよね。なんでね、あのね、舐めるみたいな心配は特にないと思います。ね、今回、あの、内径 3.5 で組んだんですよね。あの、内径、まあ、こういうアトマイザーで 0.5 オームぐらいだったら、多分内径3で組むのが多分ポピュラーなんですけど、私が内径 3.5 で組んだ目的は、一つ目が、あの、ここのね、幅を、あの、狭くしたかったんですよね。内径3より 3.5 の方が、ここの、あのね、隙間が埋まるので、ミストを巻き込まないエアの流れを、あの、少なくするっていうのが一つの目的です。で、二つ目としては、あの、ここのね、エアの穴の幅とコイルの幅をね、同じぐらいにしたかったんですよね。これね、エアのね、穴がね、そんな大きくないので、で、かつ、このぐらいの出力になると結構巻かないといけないので、あの、それで内径を太くして巻き数を減らしました。言ってなかったですね。あのね、トップキャップの裏はね、割と平坦ですね。で、あの、角だけ R で処理されてるみたいな感じですね。まあね、そういう面でもね、ギャラクシーズとは結構違いますね。はい、今日のリキッドはいつもの美味しいやつです。はい、組み終わりました。最終的な抵抗値は 0.51 オーム。まあ、だいたいね、3.7 ボルトの 27 ワットで吸っていきます。で、まずは、全開で吸います。全開だと、まあ、DL ですね。じゃあ、ね、一番狭いとこで吸ってきます。あの、これね、一番狭くしてもね、多分 MTL できない人の方が多いと思います。あの、かなり重い DL って感じですね。仮番ほどは重くないんだけど、まあ、MTL は厳しいよね、みたいな。そんな感じの重さですね。なんでね、エアフローでね、ほとんど調整幅ないですね。あの、全開か、最小かぐらいだと思います。そこでね、かなり狭い幅にはなってますね。一応ね、味としてはね、あのね、結構ね、美味しく出てるんですよ。あの、まあ、基本的には全開で吸うものかなっていうふうに思ってるんですけど、あの、全体感が損なわずに出てる感じはあるんですよ。で、ちょっとね、味のエッジみたいなのはちょっと効いてなくて、あの、全体的にホワホワホワってした味なんだけど、まあ、境界線はまあ、わかるよね、みたいな。あの、味だけで言えばね、私ね、ギャラクシーズより多分よっぽど好きなんですよね。私ね、ギャラクシーズあんま好きじゃないので、あの、ミストの流れもね、結構綺麗だし、あの、なんだろう、回ってるって感じなのかな。あの、エアフローがこうやってきてるんで、多分こういう曲線を描いて吸われていくと思うんですけど、あの、そこになんで、なんて言えばいいんだろうね、なんか淀みがないというか、あんまり変なエアフローでもないので、あのね、割かし、美味しい方だと思います。でね、ただね、さっきね、あの、キャップがカタカタするって言ってたじゃないですか。これね、押し付けて吸うのと、あの、外れない程度にね、上に上げながら吸うとね、味変わるんですよ。上に上げて吸うとね、あのね、ミストがね、ところどころ冷えてるんですよ。まあ、要はどういうことかっていうと、あの、エア、ね、変なところがあるんです。あのね、吸い込んじゃってきてるんですよね。で、前編にするとね、MTL で吸えるんですよ。まあ、全然味しないんですけど、そういう意味で、なんか変なところからね、エアがね、漏れてたりするんですよね。漏れてるというか、なんか変なところから入ってきちゃってる。っていうね、ところをね、感じてます。そういう意味で言うとね、結構ね、味が安定しないんですよね。あの、ちゃんとね、収まってるところならいいんだけど、あとはね、これね、吸ってる時にもね、ややカタカタするんですよ。エアフローがいつの間にかね、3分の1ぐらいずれてるみたいな。あのね、さっき合わせて吸ったんですけど、
なんかね、5分の1ぐらいずれてるんですよね。ちょっと見えないかもしれないですけど。なぜこのトップキャップの形状にしたとは思いますね。でちょっとね、ドリップチップが、もう一個ついてます。あの長いドリップチップがついてるんで、ちょっとそっち使ってみます。はい、見た目こんな感じです。私は絶対使いません。多分これがついてたやつだと思います。間違ってたらごめんなさい。熱くなってミストの粒子が、粗くなるだけです。今ね、私ね、王冠つけてないんですけど、王冠つけてみます？これね、開けるときにね、上が回るから、ちゃんと下持たないとね、開かないんですよね。まあ、こういう類のね、アトマイザーってね、まあ、ある程度しょうがないところはあるんですけど、それにしたってここ回りすぎだろうって思いますね。でね、これで、こうやって、こっちを回すと、まあ、あのね、これ作った人は、王冠と一緒に回すと、つくよって言ってるんですけど、はい、王冠と回してもね、全然つきません。要はね、ここがくるくる回るじゃないですか。で、ここもくるくる回るじゃないですか。くるくる回んないところって、ここのラインから下だけなんですよね。なんで、ここを押さえて回さないといけないんですよね。で、しかも、この王冠がエアフローに被るんですよ。なんで、せっかく締めれたのに、エアフローにね、ここに被ってたりみたいな、そういうことがあるとすげえ悩ますよね。で、例えばこっちを、開けてみると、こっち見ると被ってるみたいな、要はね、王冠のトゲトゲは5個あるんで、対象じゃないんですよ。なので、一応これに関しては、この位置を確認して、で下のところ持って、モッドを回す。こすら閉まります。こすら閉まるし、エアフローも邪魔になんないんで、でね、こういうやり方だったらね、まあ、使いながらないよねって感じですね。普通に、ここのキャップの裏の水を作んなければ、正直結構おすすめできたと思うんですよ。まあ、このビューティーリングは別にしてね。ここは、おのおのセンスなんで、まあ、とやかく言わないんですけど、ここの溝があるせいというかね。あとね、まあ、最初の頃はね、こうやって取れないです。一緒にね、下のね、スリーブも取れちゃうんで、それも結構イライラしてたんですけど、まあ、しばらく使っていくうちに、なんかオーリングが馴染んできて、まあ、ね、リキッドもつくんで、ここはね、普通にできます。でも別になんか、普通に、なんか、ここで切る必要なくないとは思いますね。位置を合わせるタイプって、適当に締めて回しながら締めればカチャって入るんで、それこそ上と繋がってくれれば別に、ここまで競り上がってたら特に問題ないと思うんですよね。という意味で、ここの、トップキャップが超残念なんですよね。足はね、結構正直好きな方だと思うんですよ。で、BF ピンとかもついてるんで、これで、空張り黒とかあって、で、トップキャップがもう下まで一体型になってたら、私多分普通に使ってたと思います。そのぐらいね、デッキは優秀です。デッキはね、結構、これはね、美味しい部類というか、普通に結構ナイスなデッキだと思うんですよ。ただね、このね、側が全部終わってるんですよね。このまんま出してくれれば、なんか普通に使えたなとは思うんですけど、まあ、ここが、作った方の、まあ、個性なんでしょうね。おしゃれは我慢と言いますから。ね、総評を言うと、まず、良かったところはね、デッキはね、すごく美味しいです。ちゃんと締まった状態で、全開でするとね、結構美味しいんですよ。味のバランスがよく出てて、で、ミストのね、流れもね、すごく綺麗だし、ただ、ちゃんと回ってる感じも味わえて、で、まあね、ちょっとね、味のエッジは効いてないものの、全体感のある、ちょっとほわっとしてるけど、輪郭はわかるよね、みたいな。そういうね、なんて言えば、癖のない味で、素直な味わいが、する、デッキでした。ただ、そのトップキャップが、それカタカタしてるのと、すごく回るところ、もうスッカスカに回るっていうところが、味に影響を与えちゃってるっていうぐらいね、良くない構造だと思いました。で、あとドリップチップは、長いやつは本当にいらないですね。で、ビューティーリングに関しては、まあ、これのね、外見の良し悪しをね、正しい正しくないで言うのは間違ってると思うので、まあ、ここは各々の感性にか、任せるんですけど、私はドンキホーテで見る高級感みたいな感じですごい嫌いですね。ビューティーリングをつけた状態で外したりつけたりするのすごいめんどくさいんで、
まあそこはね、我慢してください。本当につけたいんだったら、我慢してください。まあそんな感じですね。本当に惜しいと思いました。ここだけ色気出さなきゃさ、って正直、すごく残念だなと思いました、正直ね。ビューティーリングなくて、空張りあって、で、キャップとスリーブをね、分割しなければ、だいぶ値段も抑えられたと思うし、例えば3000円台で、そういうアトマイザーで空張りが出てれば、結構ヒットしたと思います。ギャラクシーが、MTL の入門機なら、DL の、シングル DL の入門機これじゃねって、なんか言ってもいいんじゃねえかなっていう気はしました。まあ、ただね、そのね、トップキャップが全然ダメだったんで、まあ、次回に期待って感じですね。はい、以上になります。ありがとうございました。